はい、どうもおはようございます。ゆうへいです。さてね、今回なんですけども、今フェリーに乗ってまして、佐渡島に向かってます。佐渡島。今回の動画は佐渡島の動画になります。久々に実家から出てまいりまして、ちょっと旅行しようと思います。いやちょっと天気悪いんでね、どうなるか分かりませんけども、佐渡島ね、興味ある方はぜひ最後までご覧いただければなと思います。ちなみにね、このフェリーで2時間半ぐらい乗って着くみたいです。結構かかるよね。それにしてもなかなかでかいフェリーで、今ここが一番後ろで、前はこう、あんなに結構広いですよね。このフェリーね、朝の6時に出るフェリーに乗りまして、今も1時間くらい経って7時ぐらいかな。なかなか眠いです。佐渡はね、金銀山がありまして、その、まあ、鉱山になっているわけですよね。でそこの、案内の施設がこれです。なかなか面白かった。その金銀山なんですけど、まあ見ることができるようになってまして、で先にこのね、金銀山のことをここの施設で、予習してから見に行くと面白いらしいので、とりあえず来てみました。さて、それではここの佐渡金山に行ってみようと思います。なかなか深い、すごいよね、この岩とかね。さて、この後ろの山なんですけども、これ金山なんですけどね、昔の方々が金を取るためにこう取って取って取りまくって、このように山が欠けてでっかい穴が開いたみたいです。すごいですね、これ山の形が変わっとるっていう。立派なお家ですね。まあここでね、なんか市役所のような機能をしていたみたいですね。おはようございます。さてね、昨日も今日もね、結構な雨でなかなか予定通りにはいかないんですけれども、今日はこのとりあえず資料館、佐渡歴史伝説館に来てみました。はい、どんな感じなんでしょうか。今日もね、ちょっと天気予報によるとあんまり天気が良くないので、まあ雨でも見れそうなところを回ってみようかなと思います。襲いかかる苦難に耐えられて、末法の乱世を救うべく法華経の精神を貫かれた日蓮。さて、それでは
杉を目指してハイキングしてみようと思います。天気がいまいちやからな、どうにか雨が降りませんようにという感じで、それでは次のチェックポイントに行ってみたいと思います。いやー、なかなか山道ではあるけれど、まあ、結構歩きやすいですね。それなりに道はちゃんと整備されております。はい、一周したらね90分の道のりらしいんですけども、まあ慌てず行こうと思います。なんとかね雨がザーザー降りにならないことを願いつつ行きましょう。僕ね以前ドイツにも住んでたんですけど、その時に結構森の中を散歩をしてまして、その時のことをちょっとね思い出しますね。その時も確か森を散歩しながら、まあ、ドイツも日本も同じやなって思ったことがありますね。はい、まあでも時々出てくるこの文字が日本語ですけど、さあさあ順調に進んでおります。さあ次のチェックポイント、家族杉ということで、これなんですけどね、さっきの4本杉と非常に似ております。さて大野亀というところにやってきました。この辺はね甘草っていう花が咲いてて、それが綺麗らしいんですよね。今結構咲き頃でいい感じに咲いております。あの山が亀の甲羅っぽいんですかね、なので大野亀と思われます。そしてこれが甘草の花。これ綺麗ですよね。食べれるみたいなんですよね。ほうれん草みたいに湯がいてもよし、ご飯に入れてね一緒に炊いて食べてもいいらしいです。おはようございます。今日はとりあえずお寺に来ました。なんて読むんでしょうか。とりあえずこの順路の通り行ってみようと思います。いやなかなか爽やかな朝ですね。昨日も雨が降ったり止んだりだったものの、今日は朝からねそれなりにいい天気、まあちょっと曇りですけどなかなかいい感じです。誰もおらん。
確かに綺麗。はい。はい。さて、宿根木という歴史的な建物が並ぶところに来てみました。確かにすごいな、このノストラジックな建物が並んでおります。これは何？郵便局。